アルド・カステラーニ、アルド・カステラーニは、イタリアの病理学者、細菌学者である。フィレンツェで生まれ、そこで教育を受け、1899年に医学後を得た。ボンでしばらく働いた後、ロンドンの1901年に、ロンドン公衆衛生、熱帯医学大学に入学した。1902年に、王立協会のアフリカ睡眠病の調査に、ローやクリスキと共に参加し、 エンテベ、ウガンダに渡り、アフリカ水面病の患者の髄液からトリパノソーマを見出し、これが病原体であるとした。フランベジアのスピロヘータを発見し、細菌学や皮膚の寄生虫病の分野で業績を上げた。1903年にスリランカ政府からコロンボ中央研究所の細菌学者に任命され、金類や細菌学の研究を続け、 いくつかの腸内細菌の記載を行った。血清学的動貞の試験法を発明した。1915年にスリランカを離れナポリ大学の医学教授となった。第一次世界大戦中はセルビアやマケドニアで衛生委員会のメンバーとなった。1919年にイギリス年金賞のコンサルタントとしてロンドンに渡り、ロンドン公衆衛生、 熱帯医学大学の菌類医学、金賞の講師を務め、診療所を開いた。1928年に、聖マイケル、聖城寺勲章ナイトコマンダーを受訓し、イギリス人貴族の娘と結婚した。ファシストのベニート・ムッソリーニのような著名人を熱心に治療したため、イギリスで彼の評判は落ち、第二次世界大戦中に、イタリア軍の医療サービスのチーフとなった。 1959年に設立した国際皮膚科学学会の会長を1960年から1964年の間、勤め、ルイジアナ州立大学の熱帯医学の教授なども勤めた。子女、ジャクリーン・カステラーニ。1934年にイギリスの政治家、外交官で貴族のマイルズ・ランプソンの後妻となる。以下の子を設けた。カステルは、 植物の学名で命名者を示す場合に、アルドカステラーニを示すのに使われる。ありがとうございます。